これで終わりじゃない。おお、事務所。都内某所。リアルだった呪いのビデオ制作部事務所。はい。霊能者、ブラック、カッコ仮面。カッコ仮面。なるほど。ブラック、めっちゃ中二っぽい感じ。でも好き、こういうの。我々、リアルであった呪いのビデオ、取材班は、以前から、投稿エイドの検証に協力してもらっている、霊能者、ブラック、氏に、カナさんの行方について、霊視を依頼した。見える。確かに見えるぞ。彼女は、旧校舎で、強力な霊に、見入られてしまったようだ。おお、マジか。だが、霊が住みどころに、住みかとしているのは、旧校舎ない。旧校舎は、あくまで狩場だ。え、どういうこと？旧校舎狩場？ということはあれか。あの霊は、あそこに住んで、住み着いてるわけじゃないんだ。霊が住みかとしているのは、旧校舎って書く。これは裏山か。巣は裏山。トンネルの中にいる。うわ、ということは千恵ちゃんたちがたまたまその撮影しに行った時に偶然あの霊が現れて、そしてかなちゃんに取り付いたってことなんだ。うわーた、うわ、そういうことが。タイミング悪かったのね。おそらく彼女は霊に操られ、旧校舎裏山トンネルの中で気絶している。まだ完全に霊に取り込まれたわけではない。今ならまだ助かるだろう。お、マジか。じゃあ早く行こうよ、ブラックさん。あ、ちえちゃん。あ、めっちゃ可愛いね、やっぱり。でも僕は、かなちゃん派。うん。これは揺るがない。絶対に。旧校舎の裏山は知っています。確か、古いトンネルもあるって。お願いします、私も一緒に行かせてください。カナが行方不明になったのは私のせいだから。私が動画の撮影なんかに連れて行ったから。あ、やっぱりね、千恵ちゃんもちょっと負い目感じてるのね。絶対助けよう、一緒に。だからお願いします。お、我々は投稿者ともに旧校舎裏山のトンネルと向かった。さあ、じゃあここからまた進むのかな。あ、トンネルですね。旧校舎裏山トンネル前。はあ、また随分雰囲気あるトンネルだね。我々は旧校舎の裏山にあるトンネルとやってきた。ここにカナが。気をつけろ、やはり強力な霊だ。ここまで気配が漏れてきている。ほう、とんでもない悪霊ってことだね、これは。すげえ、あまりにも強力な霊であるためブラックも取材班に同行。なるほど。うわー、めっちゃ頼りになる。全員俺から離れるなよ、近くにいれば守ってやれる。ブラックさん、いやー、頼りにしてるよ、めっちゃかっこいいじゃん。だが離れれば最悪死ぬと思え。マジか。え、最悪死もあり得る。取材班は投稿者そしてブラックと共にトンネルの中へと踏み込んだ。そしてトンネルの奥で我々が見たものは。何を見たの？トンネルの中どんな感じになってんでしょうか。おお、おお、なんだこれ。骸骨となる不気味な空間。な、何ここ。古い邪教の儀式場だな。ここのせいであの世とこの世の境が曖昧になっているんだ。なんでそんなものトンネルにあるの。え、どういうこと。邪教の、儀式場。異様な雰囲気の漂う空間に取材班は息を呑んだ。ああ、カナちゃん、カナ
大丈夫？謎の空間で我々は投稿者友人かなさんを発見した。ああ無事だったのでよかった。まだよかった。だが待て、罠だ。彼女は霊に取り憑かれている。近づけばお前も霊に取り込まれるぞ。え？でもじゃあどうすれば。俺が栗原だから、お前たちは下がっていろ。ブラックさん、ん？どうした？おー来た。その時投稿映像にも映っていた悪霊が我々の前へと姿を現した。すげえ、普通に目の前に現れたんで、いや相当強い霊ってことだ。もう具現化してるってことでしょ。逃がさない。逃げよう。え、クリックした方がいいの？え、あ、おい、はい、急になんか、あ、ブラック？うわすげえ、なにこれ？かっけえ。おお、苦しんでる。はい、来るか。なるほど、バトルってことだな。いいぜ、相手してやるぜ。ふん、あー、来るよね。このレイヴンが払ってやる。ブラックトミー、行くぞ。なめ。苦しんでるようだね。だがまだまだ甘いよ。さあ次か、来い。へん。さあ来るか。え、うわ、終わっちゃった。逃がさない。ふん、逃げる必要もない。俺はお前を倒し絶対カナちゃんを助ける。行くぞブラック。行くぜ。苦しんでるようだね。だがまだ行くよ。さあ来い。はっ、さあどっから来る。それはっ、そこだ。行くぞ。せえ。さあまだまだ行くよ。どっかに来る、相手してやるぜ。そこだ。え、なんで、なんで、どこで間違えた。今度こそ俺はお前を倒す。絶対にもう負けない。もうジュニアメを普通にやります。はい、じゃあスタート。はいはいはい、ここね。幽霊さんおいで。はい、ここね。はいはいはい、ほいほい。やっぱりチーベはやめられない。行くぞブラック、俺らならできるだろう。これまで。もうやだ、逃がさない。逃げねえよ、やるんだよお前さんを。絶対払ってやるんだからな。あ、そうと、おいおい、いやもうわかんねえ、どうするのこれ。なんか負けすぎてもう見慣れちゃってこの顔に。いいのかこれで。そこだ。これでも嫌いだ。まだ続けるのかい。君も好きだね。だがこれでチェックメイトだ。終わりじゃないのまだ。あ、まだ、え、あ、チェックメイトだった本当に。あ、終わったっぽいね。やっと終わった。あー、やっと終わった。長かった、ここまで。結構カットした。
多分カットするよこれ。マジでめっちゃ戦ったもう。最終的にはやっぱり連続クリックが強かった。はい。我々はアクリオの気配が消えるのを感じた。ワトソン、もう大丈夫だ。ブラックさん、怖かったよ。あれはあの絵と書いた。じゃあカナは、あれ、ここはカナちゃん、よかった、無事で、ほんとよかった。カナ、わ、チエ、どうしたの？私なんでこんなところに。よかった、よかったよ。いや、ほんとよかった。もう心からよかったって言葉がポロって出ちゃう。私カナに何かあったらどうしようってずっと。チエ、カナさんはやや衰弱していたものの命別状はなかった。しかし行方不明になっていた間の記憶についてはどうしても思い出せないという。また後日次第班が例のトンネルを再び訪れた頃、あの謎の儀式場は影も形もなかった。早いよ。あそこはあの世とこの世が不安定に混ざり合っていたからな。例の儀式場はもともと向こう側の場所だったかもしれない。俺が霊を払ったことによって境界線が取り戻されたんだろう。はあ、もともとなかった場所なんだ。ってことは、そんなことってあるんだ。あるのかな。もうあの辺りで怪奇現象起きることはないだろうな。俺が保証しよう。ありがとうございます。いや、さすがブラックパイセン、さすがっすわ、マジパネっす。ああ、よかった、二人とも。投稿者とその友人は今では健やかに学校へと通っている。ああ、なんとか無事終わったね。はい、ということで無事お分かりいただけただろうか。クリアできました。いや、ほんと最後のラスボスって長かったよ。もう勘弁してほしいよ。もうねえ、もう後半になったらもう恐怖すら忘れていたからね。もう最初うわーって驚いていたのに。ねえ、慣れって怖いもんさ、ほんと。いやー、でもね、ほんと最後がマジで多分30分ぐらいやっていたんじゃない、あそこのパートだけで。これ相当時間かかるな、編集。何めでたいこと言ってんだよな。はい、ということでこちらのゲームはバニラモナカさんの作品でございました。いやー、すごかったね。 Thank you for playing。 いやー、こちらこそありがとうございます。ん？ん？え、待って、これまだ終わってない。え、待って待って、うわー。最後お前かよ。はい、というわけでシエさん、やっていきましょう。オッケー。ね、まあ、昨日から、急遽始まった、企画と言いますか。ね、私、ちょっと、まあ、仕事上いろいろありましてね、ちょっと時間が作れる機会が増えたので、まあ、ちょっとね、このタイミングで、まあ、できることって何だろう。あ、ゲームしようっていう考えに至りまして、ね、まあ可能な範囲で昨日から、いや、もう下手すら先週からかな、なんかタイミングよく気づけばスケジュール通りに動画ね、やってったら、あれ、これ毎日配信になってるな。して視聴者さんからもちょっとコメントいただいて、最近その動画の更新頻度高くて、いいですねっていうとお言葉をもらったんで、あ、じゃあもうこれきっかけにね、今ちょっとできる間毎日投稿やってみようかなと思ってね、という感じで昨日の仕事中にパーってなんかボケーって考えながら、あー、仕事終わりやるかみたいなっていう発想に至りました。はい。
なんとかね、まあ、昨日もギリギリね、7時の前、30分前、6時半ぐらいにやっと動画編集終わって、あぶね、ギリギリだっていう流れで、ね、まあ、そこからまたすぐの編集にあたり、今日の動画、収めたんですが、ね、またちょっと明日もね、新しいゲーム、もうこれからすぐやって、その明日の分も、どんどん更新していこうと思うんで、ね、またね、もういろんなゲームやってちょっと笑っていただけたらなって思います。僕も笑いたいんで何の話だってな。もうよし、そしたらじゃあまたグダグダなりかけてきたから、今日はここまでしましょう。それでは今日はレイビンでした。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。これからもいろいろな動画を投稿していくので、よろしければチャンネル登録、評価、コメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは、ハオキンのレイビンでした。またね、バイバイ。